車格からしたら信じられないぐらいのサイズ。そうですね、これ景色 R8 じゃないですか。もうそうですね、これすごくないですか。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ TTRS 2022年式750キロこちらの車両になります。やってまいりました。はい、やってきました。最近ニュースで、はい、アイコニックエディション、はい、出たの板尾さん見えました。はい、10月5日に、はいはい、もう車外エアロかっていうぐらい派手なやつがついてるやつが出ましたけど、はい、あんなのも出て、はい、なんかこう終わりに向かってってるんだなっていう、はい、そんな雰囲気が出てるじゃないですか。そうですね、今実際ホームページから落ちてますので、ですよね、はい、なんで非常に貴重な車になるのと、はい、まあ、間もなく終了になるんじゃないかなと。なって、そうですね、貴重な車になってくるこちらを今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず、はい、TTRS、はい、もう一回勉強し直したら、はい、意外にこうオプション多いようで少ないようで微妙な感じなんですね。そうですね、まあ、なんですかね、主要装備というか、まあ、便利装備とあとは、まあ、飾りというか、はい、外装のニュアンスを変えるような、変えるっていう、はい、そうですね、そういったものがメインになってくるんで、ね、はい、基本的にその走りのオプションっていうのはほぼないんですよ。はい、ほぼないです、はい、まあ、それこそカーボンセラミック の、はい、あのブレーキとか、はい、あとは1インチ大きくする、はいはい、アルミホイルとか、ね、それぐらいなもので、はい、外装に関しては、まあ、基本的に黒いパッケージか、はい、カーボンのパッケージかっていう感じなんですか。はい、そうですね、選ぶのはまあその2つのパッケージになりますね。なんで今回の場合はこの黒いパッケージが付いてるんで、はい、この辺が黒くなってると、はい、なってない車と比べると、はい、随分顔の印象違うんですよね。全然違いますね、はい、だいぶレーシーにこの辺が黒くなってる、ね、なってくると。そしてエンブレムなんかも黒くなってたり、はい、この辺もしっかり黒いんですね。黒いです。そしてあとは便利装備なんかは割と標準装備が多くて、はい、LED のマトリックスヘッドライトなんかも、はい、こちらも標準ですね。はい、であとはこの小さい車に、はい、アウディがこう全力で詰まってる車じゃないですか。そうですね、はい、アルミボディ、はい、5気筒、はい、クワトロ、はい、こんなパッケージっておそらく今後出てこないんじゃないかな、はい、ないんじゃないですかね。全力でアウディを楽しみたい方にもうまさに持ってこいのか。もうバッチリな車だと思います。それがこう横にも詰まってると思います。はい、早速横を見ていきたいんですけど、はい、まず再度このホイールがオプションのオプションですね。ホイール20インチが、はい、セブンスポークローターデザイン20インチ、はいはい、こちらが装着されて、はい、これいいっすね。これかっこいいです。これなんかコンセプトカーっぽいっすよね。そうですね。でこれ回転方向あるようなデザインですけど、はいはい、一応4本この、はい、同じです。同じなんですよね。はい、同じです。だから反対側になったらこれが逆になるとかっていうのはないんですけど、ね、はいはい、まあ、非常に攻めた、純正にしてはかなり攻めた社外ホイールみたいな、こちらが。そしてこれ幅も20インチのこのオプションのホイールになると、はい、ワンサイズ大きくなって、ね、19だと245なんですけども、はい、こちらが255/30/20インチ、当然クワトロですから4本通しで書かれていると、はい、そしてこの大きいブレーキですよ。ブレーキ大きいですね。車格からしたら信じられないぐらいのサイズ。そうですね。でこのフロント8ポットの、そしてこの赤キャリパーがオプションですよね。赤キャリパーもオプションになってます、はい、こちらが装着されて。そしてあとはサスペンションなんかはフロント、はい、クワソンストラットなんですけども、マグネティックライト、はい、ついてます。こちらも標準装備で装着されてると、はい、あとはこのスタイリングじゃないですか。スタイリングも最高です。この初代は、はいはい、いろいろあったんですよね、はい、これ市場でもうちょっと掘り下げたいですけど、はい、この円をモチーフにしたデザイン、はいはい、からするともう初代からするとだいぶこうシュッとしたというか。そうですね、スマートになったイメージですかね。直線ラインがこう多用されて、はい、かなりシャープなデザイン。そうですね、ただ全体的なシルエットはこう初代をもう踏襲している感じですよね。そうですね、やっぱりもともと丸を円をこうモチーフにしてますんで、まあ、ちゃんとそういったところはこういうフェンダーとかには残ってるのかなっていう感じはしますけれども、はい、そして今回黒のパッケージなんでミラーなんかも黒かったりして、はい、こう割と黒白でまとめられた感じなの。そうですね、2色でこうまとめてるって感じですかね、はい、そして寸法的なものを一応触れておくと、全長の方が4200、全幅の方が4830、全高の方が1370ということで、はい、コンパクトボディですよ。そうですね、本当にサイズちっちゃく、はい、作られてますんで非常に乗りやすいんじゃないかなと思います。やっぱりこの上というか、はい、もっと激しいので、はい、R8 とかもありますけど、車大きくなっちゃうじゃないですか。側がでかすぎますね、はい、でもちろんスーパーな感じを求める方には持ってこいなんですけど、街乗りだったりだとか、ね、デイリーユースにも使えるこのパッケージというのはかなり秀逸じゃないかなと思います、はい、そして後ろも同じように20インチ、はい、こちらが。そしてリアは控えめキャリパーはこの
アウディいつものやつですね。いつものやつですね、はい。まあ、これも車の考え方次第で、まあ、どうしてもブレーキグジってフロント荷重なんで、そうですね、まあ、基本的にはフロントを重視して、リアに関しては、まあ、ローターはそこそこ大きいですけど、そうですね、はい、片押しのこちらのタイプになってると。でリアはマルチリンクですよね。4リンクかな、4リンクじゃなかったですか、はい、はい。まあ、この驚異の路面追従性と四駆システムが生きてくる、こんな感じの足元、はい。そしてサイドなんかもすごくかっこいいですよね。かっこいいですよね。あのちょっとこの辺ちょっとデザイン性があの非常にこう凝った作りになってますよね。ただこうつるんとしたのをなんか分けてるんじゃなくて、はい、ちゃんと立体感があって分けてて、下側の黒い部分もかなり効いてるかなと。で結構下回り黒くすると車高高くなんかも見えたりするんですけど、しますね、はい。これデザインがこうちゃんとエッジが効いてるんで、はい、ちゃんと低く見えます、ね、見えますね。こんな感じのサイドになっております。そしてやってまいりました、はい、このウイングですよ、はい。こちらも翼端板が黒くなってて、はい、この丸みを帯びたデザインですけど、はい、この辺割とうまくデザインされてますね。デザインしてますよね。なんかこのボディなんで、はい、なんかどんなウイングつけてもちょっと浮いちゃう感じしますけど、そうですね、はい、なんかバンパーのデザインとかと相まってかなりレーシーなウイングですけど、ですね、かなり一体感あるかなと。そしてこれよく見ると、はい、ハイマウントここに隠れてるんですよ。そうなんですよ。あのそこに薄いラインが1本こうずっとつながってますね、はい。これ微妙にトランクが浮いてるかと思ったらここがちゃんとハイマウントになってるという、はい。ただ色だいぶ濃いですねこれ。そこだけなんかちょっと濃いめなんですよね。だから目立たないというか、はい、なんかテールランプがつながってる印象なく、はい、自然に入ってると、はい、でこの辺もしっかり黒くなってて、そしてリアに関しては RS のスポーツエキゾーストの標準ですから、はい、このどでかい出口のスポーツエキゾーストとこの黒いディフューザーがこんな感じでついております。では続いて内装を見てみたいと思います、はい。これ僕アウディのこのドアを閉まる感じ好きなんですよね、はい、なんか吸い付くような感じっていうやつですか、はいはい。メルセデス BM とまた違う感じのこの剛性感があるっていうのとまた違う、はい、なんかちゃんと閉まる感じ、はい、わかります。独特ですよね、はい、ちょっと違いますね。これアルミ全部がちょっと効いてるかなって気がします。あ、そうかもしれないですね、はい。ボディ全部アルミなんですよ、はい、ドアもそうだし、はい、このリアの、はい、クォーターもそうだし、はい、ボンネットだったりフェンダーも全部あるみたいなことで、ちょっと不思議なこう閉まる感じですけど、そうですね、閉まる感じちょっと独特ですよね、はい。そして内装の方はやってまいりました、これですよ、はい。まずこの S スポーツシート、はい、これシートめっちゃかっこいいじゃないですか。そうですね。で一応今回あのレッドとブルーを選べるんですけど、レッドの方を選ばれてますね。これステッチがめっちゃ生きてますね。そうですね。赤くなるパッケージも入ってるということで、ね、はい、シートの側面だったりとか、はい、センターコンソール後部が赤くなってるということで、はいはい、ちょっと赤がマシマシになってる。そうですね、マシマシになってます。めっちゃおしゃれですね、なんか、はい、こちらのシートになっております。そしてこちらステアリングの方が RS スポーツステアリングということで、はい、上側がレザーで、この握るところがスエード調の。そうですね。そしてセンターマーキング赤いのもこれオプションですよね。これもオプションです。これだからなんか非常にバランスが取れてる感じ。そうですね、します。そしてマルチファンクションパドルも当然ついてて、奥に見えるメーターの方が同じバーチャルコックピット、はい、12.3 インチのこちらのメーターになっております、はい。あとはパネル類、はい、これがオプションでいろいろ選べて、カーボンと、はい、基本的にはアルミニウムのレースデコラクティブパネルです、はいはい、毎回言えないんですけど、はい、こちらになっております。そしてあと今回なんとオプションバングがついております、はい、入ってます。そしてあとはオプション関係でいくと、コンフォートパッケージ、はい、リアカメラ、はい、アウディホールドアシスト、はい、アウディサイドアシスト、はい、タイヤプレッシャーモニタリング、はい、まあ、あとクルーズコントロールなんかオプションということなんですけども、はい、今回の車は全部ついてる、入ってます、はい、まあ、欲しい装備は、そうですね、基本的には全部ついてるかなと、はい、こんな感じになっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい。今回750キロということで内装もピカピカっすね、はい、そうですね、もう本当に新車みたいな感じになってますね、はいはい。この養生もまだ張ってある感じで、そして乗り込むとこれマットかっこいいですね。マット、そうですね、こちらもRS のマットになってますね。はい、こちらになっております。これ刺繍ですよね。刺繍ですね、ですね、はい、こんな感じで。そしてシートの方は調整はそんなに、そうですね、はい、子供細かにできるわけじゃないですけど 4A のスタンダードな感じの、はい、で結構下がりますね。結構下がります、下がります。なんでドア閉めるとちょうどこう、そうですね、肩ぐらいの高さまで、はい、なりますね、はい。窓が来る感じのこんな感じのシート、一応ランバーサポートもついてる感じですかね、はい。そしてシートはこのすべすべのレザーと、はい、やっぱりこのステッチ効いてますね。ステッチ効いてますよね。お尻がちゃんと沈み込んで、はいはい、ホールドもかなりいいです。そしてステアリングはこんな感じで、下が D シェイプみたいに平らになってるタイプ、そしてスタートストップは赤いこちらになっております、はい。そしてドライブセレクトもこっち側に、はい、これ景色 R8 じゃないですか、もう。そうですね、景色 R8 に近いですね、はい、かなり近いですよ、はい。そしてこんな感じで先ほど触れたメーターバーチャルコックピット、
この辺に関してはやっぱりここだけじゃないですか、モニターが。そうなんですよね、はい、で助手席の方がこう、はい、メディアを楽しむとかっていうのはできないんで、はい、できないですね、まあ、その分、はい、運転を楽しみましょう。はい、そういうことです。であとは車の形状と、あとこのダッシュボードの形状から少し前の視認性というか、はい、こう見えづらいのかなと。そうですね、まあ、ボンネットとかは見えないので、はい、もう窓から外はもう景色みたいな感じですね。感覚をつかむのがちょっと最初の慣れが必要かなっていう感じはします。はい、特にシートが低いんでこうボンネットはほぼ見えないので。であとさっき助手席に乗って思ったんですけど、はい、ダッシュボードめっちゃ奥行きあるんですよね。奥行きありますね。運転席ってこうメーターもあって、しかもここラウンドしてるんで、そんなにこう奥行き感じないんですけど、そうですね、助手席ってこうダッシュボードが出っ張ってるんで、すごい奥行きを感じるんですよ。すごい不思議な感じがしますよね。ちょっとダッシュボードのこの作りというんですかね、あの今言ってましたけど、運転席側はえぐれてるような感じで、助手席側はシートの方に出っ張ってる感じがしますんで、こんな感じでちょっと奥行きのあるダッシュボードになったと。そしてエアコンはこんな感じで、これ前も変わったデザインですねって言ってましたよ、これ。ああ、そう言ってますね、はい、真ん中でこう調整して、はいはい、外側がこう向きを調整したりとかっていう、はい、こちらになっております。そしてあとはここが小物入れ、意外にこう深いんですよね。そこ結構深いんですよ、はい、全然携帯とか折りたたみだったらお財布ぐらいも、はい、2つ折りぐらいだったら入っちゃいそうな、はい、そしてこの奥に AUX と、タイプ A の USB が、はい、2系統ですね、はいはい、こんな感じでついております。そしてシフトはおなじみ、はい、RS のこちらのシフトになっております。これいいですね。これいいですよね。あの改めてポルシェの992の GT3 のシフト、はいはい、これにしてほしかったんですあれここ押すじゃないですか、はい、そうですね、こんな感じになっております、はい、そしてあとは、この辺おなじみかなと、はい、そしてあとここドリンクホルダーと、この辺がパネル赤くなってて、はいはい、ここ開けるともう一個一応ドリンクホルダー的に使える。そうなんですよね、結局一つしかないので、はい、まあ、ボックスの中に1個収納されているような感じにはなってしまいます。開けていただく必要があるんですけど、はい、まあ、使おうと思えば2個使えるかなと、はい、そしてこれずいぶん厚みがあると思ったら、はい、これスライドするんですね。はい、スライドします、はい、なんでアームレストも十分使っていただけるかなと。そしてペダル類も優秀でございます、はい、フットレストも大きいし、はい、ここ出っ張ってるんですね、この下が。あ、下がそうなんですよ、ちょっとなんかこう床が、はい、ただなんか踏みづらいとかそういう感じはないです、はいはい、ブレーキに関してもほぼドセンターなんで、かなり運転はしやすそうです。そして天井関係、アウディなんかピラー細いイメージでしたけど、 TT 結構太いですよね。 TT はちょっと太さありますね。そしてフロントガラス結構傾斜してるんで、はい、前の視認性は先ほど触れましたけどあんまり良くはないです、はい、ただレーシーな感じがかなり好印象です。で今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダーもしっかりついてると、はい、あとバイザーはこれビニールですよね。はい、ビニールです。ちょっとこのファブリック風なちょっとしぼしぼありますけど、そうですね、素材自体はこのビニールのタイプで、バニティもついてて天井もファブリックですよね。ファブリックです。ただアウディのこの天井のファブリックって少し目が粗いんで、はい、粗いですね、はい、なんか素っ気ない感じしないですよね。そうですね、ちゃんとおしゃれな感じがする、こんな感じの天井になっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。さすがに乗れそうな気配がないんで見るだけですけど、じゃあちょっとやめておきます。はい、さすがに僕よりスマートな板尾さんでもやめとこうかなっていう。いやいやいや、もうちょっとそうですね、本当にこれ大人の方が後ろ乗っちゃったら、おそらくドライバーの方はかなり前に行っていただかないといけないかなっていう感じですかね。これスライド下げちゃうともう、はい、足元ほぼないんですね。そうですね、もう本当入る隙間がないぐらいな感じです。そしてシートこの倒す機構はついてるんですけど、前には行かないんですね、はい、いかないですね。でボタンもないんで、はい、基本的にこうそうですね、電動でこう動かしていただく形ですかね。だ正直後ろに関しては、はい、まあ、荷物置き場か、そうですね、はい、もしくは、まあ、本当に小柄な方、お子さんだったりだとか。そうですね、であとシートも直角なので、あ、なるほど、多分相当詰め長時間もきついかなと、はい、だまあ実質2人乗りっていう感じで使っていただくのはそうですね、いいかなと思います、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクの方がこれ結構重たいですよね。重たいんですよ。ここぐらいまで重たいですよね。いや重たいです。でここから先はシューッとこう上がるんですけど、ダンパー効いてるんで軽くなりますけど、はい、ここはちょっとお子さんだったりとか女性の方結構重たく感じる、大変だと思います。感じがします。そしてトランクの方が約300リッター、はい、優秀ですよね。はい、ただここ高さがあるんで、そうなんですよ、こう入れるのは少し手間かな、はい、そうですね、シートも倒せますし、はい、奥行きもかなりあるんで、はい、いろいろ便利に使っていただけるかなっていう感じがします、はい、そしてこれ下も少しだけスペースあるんですね。入りますよ、はい、はい、下鉄板むき出しですけれども、はい、一応収納スペースとバッテリーがこんな感じで入ってます、はい、結構入りますね。結構入りますよね、はい、洗車用品とかちょっとしたものぐらいはしまっておけるかなと、こんな感じのトランクになっております。
続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、やってまいりましたよ、はい、このエンジンじゃないですか。そうですね、このエンジンです。この5気筒エンジンも TD から始まってるんですよね。はい、2000年前後で一旦5気筒ってなくなってるじゃないですか、はい、で復活したのが TT からということで、はい、もうこのふさわしくないですか。そうですね、全てが本当にそう思います。もうこのためのエンジンだなっていう感じがします、はい、でエンジンの方がおなじみの EA855EVO、はい、2480cc400馬力、はい、400馬力ですよ。400馬力です、このちっちゃい車が、はい、そしてトルクの方が 48.9kg ということで、はい、5気筒ターボこちらが装着されてございます、はい、で組み合わせるミッションの方が7速エストロニック、はい、でこれエンジンのその5気筒っていうところなんですけど、はい、これ伊藤さん5気筒の歴史知ってます？前なんか話しましたよね、はい、以前 TT 撮った時も多分同じこと、はい、なんか話しましたよね。あの今まで4気筒でずっとやってきたところを、はいはい、ライバルメーカーがだんだんこう、はい、気筒数増やしたり、はい、排気量アップしたところで、はい、こうアウディもじゃあそれに乗っかろうって言った時に、はい、FF だったんで、はい、こう長くできない、はい、でどうにかこうにか1気筒出して5気筒にしたのがスタートらしいです、はい、ただそれをやったことによって、まあ、もちろんその分トルクもそうですし、はい、あとは独自の点火順序の1、2、4、5、3、はい、これによってあの独特の5気筒サウンド、はい、ちょうど V10 の半分なんですよね。そうですね、はい、バラバラバラっていうこう、はい、揃ってるのか揃ってないのか分からない、ちょっと分からない感じですよね、はい、回した時のあのこう独特なサウンドっていうのが、はい、これによって作り出されていると。あと5気筒積んでるアウディシリーズもいろいろありますけども、はい、一応2015年から少しブラッシュアップされて、はい、ブロックが見直されたりだとか、はい、あとブーストアップがされて、まあ、馬力が出てるような仕様になってるそうです、はい、そして重量的には軽くなっててエボになって25キロぐらい軽くなってるってことなんで、そんなに軽くなってるんですね、はい、まあ、言ったらもう5気筒の完成形のエンジンがそうですね、はい、こちらになるそうです。この後乗ってみたいと思います、はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、行きましょう。ちょっと前振り長くていいですか。いいでしょう。これあの前回ももしかしたら言ってるかもしれないですけど、はい、このアウディ特にこう TTRS を語る上で、はい、外せない人がいるじゃないですか。はい、このフェルディナント・ピーヒさん、はい、これ前回も言ってましたよね。確か話しましたね。これあのポルシェの、はい、フェルディナント・ポルシェ博士の孫なんですよね、はいはい、でこの人がまあ、要はそのクワトロとか5気筒とかアルミボディとか、はいはい、もうアウディの、まあ、90年代80年代90年代のこう躍進を支えてきた人なんですよ、はい、全部関わってだそれの集大成じゃないですか。そうですね、はい、TTRS ってでこれ振り返ると1993年にワーゲングループ会長になってるんですよね、はい、でベントレーランボーブガッティ買収して、はいはい、もう今の一大ワーゲングループを築き上げた人ということで、はい、最近亡くなってるんですよね、はい、あそうなんですか。2019年に亡くなってるって。最近ですね、はいはい、でちなみになんですけどあのポルシェ一族とあんまり仲が良くないとかっていう、はいはいはい、そういうふうにウィキペディアにも書いてあったんですけど、はい、ちょっとこのロマンじゃないですか。そうですね、はい、その大元をたどると同じフェルディナント一族なんですけど、はい、全く別の系統で作られた車で、はい、もしかしたらポルシェより早く走れるかもしれないっていう、はい、この四駆と400馬力で、はい、だから正直これ上の価格の車と対決できちゃうと思うんですよ。そうですね、このポテンシャルだったら、はいはいはい、これかなり魅力的だなと。そしてあとはなんか初代って結構いろいろあったんですよね、はいはい、なんか高速走行時に車がリフトしちゃって不安定になっちゃう、はい、で直後にこう見直しが入って、はい、足回りが改良されたりとか、はい、例のウイングがついたりとか、はい、でどうにかこうにか形にして初代って売ってたんですよ、はい、で2代目3代目になって現行で3代目ということで、はい、8S ですよね、はいはい、でそれも、2020年に毎年してるんですけど、はい、それもちょっとあって2017年の途中からなんかリミッターも280キロに引き上げられてるらしいですよ、あそうなんですか。だからもうポテンシャルとしたらもうマックスですね、そうですね、現行の2022年モデルはもうマイチェン5だし、はい、まあ、スペック的にも一番そうですね、はい、で途中で触れなかったですけど0103.7秒、はいや、はい、マックス280キロということでとんでもかに速いになってるということでございます。はい、はい、行きましょう。でちなみになんですけど TTRS TT、はい、TTRS か、はい、RS3 よりなんか100キロぐらい軽いらしいですよ。いやそうですよね、アルミボディだったりしますからね。そうそうそう、うん、だってつい先日撮った RS4 って結構外反パネルってスチール使ってたじゃないですか、はい、スチール多かったですよね。で今回全部チェックしたんですけど、はい、全部アルミだった。アルミですもんね、はい、
いやだから正直これパッと見で、はい、新車価格見ると、はい、おたっかって感じになりますね。それじゃないですか。でも結構一個ずつ見直していくと、これ結構とんでもカーだなっていう。やっぱそれだけのことされてますからね。この可愛いフォルムに騙されてますよね。はい、こちらですね。うわ、ブレーキめっちゃ効く。なんかそんな感じですね。こんな効くんでしたっけ？前回乗った時を忘れちゃいました。軽いからじゃないですかやっぱり。あいやもう軽いは正義ですよ。で今回はあいにくの天気なんですけれども、はい、逆に言うとこのクアトロにはもってこいの天気だと。そうですね、まあ、そんな出さないですけど、ね、出せないですね。そしてあこれ思ったんですけど、はい、改めて乗って思ったら、はい、すっごいコンパクトなのがハンドル切ると分かりますね。あそうかもしれないですね。ホイールベースも決してそんなに長くないじゃないですか、はい、こう車ハンドル切った時にもうここがグワッて動く感じが、はい、曲がるっていうかなんか動きますよね大きく。あのビッグセダンとか乗ると、はい、こう前の方がこうグワッて動いてる感じしますけど、そうですね、はい、近くで動いてる感じしますね。しますしますします。自分のこの座ってる位置を中心になんかもう車体が向き変えてんなっていうのが分かりますね、はい、乗りやす。ちなみに今モードはノーマルですけど、ノーマルですね、はい、はい、びっくりするぐらい普通に乗れます。足はさすがに20インチなんで、そうですね、ちょっと硬さを感じるというか、そうですね、はい、でも不快な硬さはないです。ないですね。やっぱり全然違うんですけど。アウディの4駆なんだろうな、もうどっから踏んでも絶対大丈夫だよねっていうこの安心感ありますよね。安心感ありますよね。すげえ。ちょっと待ってください。この精神衛生上良くないアイドリングストッパーは止めましょう、はいはい、あと好きなのはアウディのステアリングなんですよ。ちょっとこう布団があって分かります？分かります分かります。ワーゲンアウディグループの楕円になってますよね。そうなんですよね。だめっちゃ握りやすいんですよ、はい、僕も手大きくないんでアウディのステアリングが一番こう馴染むというかしっくりきますね。であとはアルカンターラこのスウェット調って結構滑るって言われるじゃないですか、はい、僕結構手に吸い付く感じかなと思ったんですけど、はい、結構滑るっていう方も多いみたいで、はい、グローブするとちょうどいいって言われるんですけど、はい、これ太さもそんな太くないんで、はい、結構しっかりこう握れるんで、はい、そうですね。接地感すごい。やっぱり隣に乗ってたも分かりますよこれ。もちろんその法定速度で今ゆっくり走ってるんですけど、はい、これ飛ばしても絶対大丈夫だなっていうのが大丈夫な感じしますよね。しますよね、はい、でステアリングももうすごい、これすごい、すごい。踏みたくなりますね。これ踏みたくなりますね。踏みたくなるけど街乗りこうやってプーってこう日常の足としても全然使えちゃう、はい、使えますね。 RS って言われるとすごいスパルタンな感じしますけど、はい、全然使えます。知ってます？はい、フェルディナント・ピーヒさんの逸話で、はい、当時ホンダの某車種が5気筒縦置き FF かな、はいはい、で日本で発売になったんですよ。そんなのありましたっけ？ホンダで。ホンダインスパイアです。あ、インスパイアか。僕ちなみに乗ったんですけど5気筒のやつ、はい、それが出た時に、はい、あの日本に来日して、はい、乗り味を確かめるって言うんで、はい、乗ったんですか、はい、乗ったらしいですよ。で何度かもう全身バック、はい、全身バックして、はいはい、分かったって言って帰ったらしいですよ、はい、もういいやって、はい、それがどういう意味なのかは分からない そこちょっと知りたいですね、はい、意味を。ただ極端ななんかそのメディア嫌いで、はい、ほとんど表には出てきてない人らしいですね、はい、だから昔からまあ言ったら変わり者というかかなり個性的な人だったみたいで、はいまあ、その結果こういう四駆のシステムとか五気筒とか、だからこの五気筒が復活した時も結構あったんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、一番最初の五気筒の時も、はい、その他のメーカーの、はい、その大排気量化とか多気筒化の需要になんですけど、はいはい、この EA855、はいはい、これもあの結局アメリカのその要望で2リッター以上のエンジンが欲しいと、はいはい、そうなってくるとやっぱり4発じゃきついよねってなってきて、そうですよね、1気筒足してっていうことで復活したみたいですよ。そういうあれがあったんですね。でも数々のレースでも実績残してるじゃないですか、はいまあ、先代の5気筒ですけど、はい、
イムサのなんかレースで7連勝でしたっけ、はい、なんかしてたりとか、やっぱりちょっとそれ個性的なのって魅力ありますよね。ありますね。まあ、5気筒って考えないですよ普通、まあ、普通4の次6ですからね。6ですからね、はい。最近3気筒ありますけどね。ありますね。3気筒だと正直振動結構出るじゃないですか。出ますね、はい。で5気筒ってそれないですよね。ないですね。言ったら4気筒よりこうもっとマイルドというか整ってる感じはするんですけど、ね、はい、音はなんかこうなんかちょっとあのこう整ってないですよね。なんか聞きなじみがないからなのか。そうそれあります、多分。めっちゃいい音なんですよ。そうですね、音はいいです本当に。これいいっすよね、最高。いや、いい車だな。こんなにアウディを全身で楽しめる車あります？なあ、まあまあまあ、そうですね、まあ、それぞれ RS モデルって個性的で、個性的ですけどね、うん、ただやっぱりこう、まあ、そのドライビングって純粋に見ると多分一番いいんじゃないかなと思います。ですよね、いろいろ考えて、はい。まあ、RA とか究極系なのかもしれないですけど、はい、RS4 とか RS6 とかってちょっと違いますよね、多分 GT 要素というか、はい、そうですね、はい、あとまあ荷物も積めるしっていう、はい、これってもうここほぼそこを無視してるじゃないですか。そうですね、まあ、意外にトランク厚ががあってよかったりしますけど、はい、ほぼ2人乗りで振り回せそうですしね、あのそういうのが好きな人は、はい。これ運転上手い人が乗ったら本当に綺麗な走りできるんですよ、はい、いやじゃないですか多分。そしてじゃあここからはモード切り替えで変わりましたね。あれよいしょ、うわもう音がめっちゃいい音してる。参ります。早いし、すげえ安定してるし、なんか速いなこれ。この音、この前も TT 乗ってますよね。やっぱり一周回ってきて帰ってきた時と違いますよね、感じるものが違いますね。これすごい、うわすげえ、これすごくないですか。これすごい、なんだろう、やっぱ軽いからなのかな。軽いっすね車。あと若干ですけど作られてる感の音はします、ね、しますけどね、はい、あ、すげえ、これ楽しいな。なんかワインディングとかこうグイグイ登っときたいしね。絶対楽しいと思いますよ。これいい、やばいな音も。アウディすげえな、やっぱりちょっとアウディ少しだけ不良なやつがいい気がするよ。そうですね。通常グレードとかもすっごいよくできてるし、はあ、よくできてますよね。いいんですけど、少しだけ不良なやつはなんかこう魅力的ですね、僕的には。あとはやっぱりその視界的なものでいくと、まあ、フロントもそうだし、はい、リアのそのクォーターとかも見づらいじゃないですか、はい、見えないですね。決してむちゃくちゃ運転しやすいっていう車じゃないんですけど、ね、そのドライビングに関してはかなり運転しやすいと思います。そうですよね、どこから踏んでも大丈夫だし、はい、ステアリングのこのフィールもすごい素直だし、あとそのステアリング軽すぎないんですよね。ああ、そうですね、軽すぎないですね、はい、これは、はい、適度な重さというか、はい、どっちかというと軽めですけど、はい、なんかそのフロントタイヤのこの接地感が分かんなくなるような軽さじゃないし、ないですよね。かといってあの BM みたいなしっとり重い感じもしないんで、はい、これすげえな、めっちゃ楽しい。いやこれすごいっすよ、ちょっと欲しくなってますね。いやだいぶ欲しいです。いや本当にもう毎回もう、まあ、いつも欲しいとか書いてあるとか言ってるよなって言われるかもしれないですけど、でもだってもう間もなく終了ですよ。そうですね、今のうちじゃないですか。そうですね、でも本当にありがたいことにいろいろ乗れますからね。いやそうなんですよ、はい、それが良くないです、はい、はい、そうですね、どれか一個になんか決めらんないって感じなんですよ。ちょっと目移りしちゃって。そうですね、これもうちょっと変わってほしいですよね、はい、なんか。そうですね、はい、はい、なんかもうメーターのデザインがこう、はい、全然変わるとか、はいはいはい、でもそこはアウディなんだろうな、やっぱりどこまで行っても真面目なんで。
でコンフォートにした時は本当にマフラーも静かなんで、全然静かですね。多分住宅街でも全然迷惑ならないですよね。問題ないと思います、はい、コールドスタートでもそんなに起きようとしないし、はい、あとはやっぱりマフラー少し音が作られてるからなのか、はい、あの外で聞いた時よりかもパワフルなサウンドに聞こえますよね。そうですね、ちょっと音が違いますよね。まあ、もちろんその狭い空間で響いてるんでそれもあるかもしれないですけど、あとはブレーキが信じられないぐらい効きます。加速も良くてブレーキもめっちゃ効いて、はい、完璧ですね。切った切った方向に車が曲がってるっていうこれいいな。だからこれ走りが好きな人、はい、そうですね、本当そう思います。安定感を求める人には、じゃあ逆になんかそのポルシェのそのリアエンジンリア駆動みたいな、はいはい、ああいうこう危うさというか、はい、ああいうのは全くないですよね。ないですね。だそういうのを求める方は逆にスマイルな感じなのかもしれないですけど、そうですね、僕今でも覚えてるんですけど、はい、BMW の M4 チャンピオンエディション、はいはいはい、あれ乗らせてもらったんですよ、はいはい、もう普通にまっすぐ走ってるだけで手に汗かくんですよちょっとあれ怖いっすよね。怖いっすよね、はい、なんかこう路面のその状況が、はい、インフォメーションがステアリングとか全部伝わってくるんですよ、はい、でも確実に僕の手には負えないなっていうのを分かって、こうバーって走らせて想像してるの 1.3 倍ぐらい速いんで、はい、そうですね、直線で踏んでも怖いですもんね。怖いですね、直線でもね。だそういうのは一切ないですよね。だってさっきこの濡れてる路面でもう綺麗にまっすぐ走っていくの、そうなんですよ、ね、なかなかないですよね。あんだけ踏んで四駆が本当に頭いい。だ結構四駆をこう言うと、はい、あのハルデックスの四駆だからって、はい、いう話もあるんですけど、はい、供給元はもちろんハルデックスなんですけど、はい、メーカーごとにチューニングが違うんですよね。いやもちろんそれはそうですよね。だ BMW とかあとメルセデスもそうかな、もともと四駆屋だからいろんなメーカーに供給してるんですよね、はい、だそこで味付けが変わってくるから、もちろんあと組み合わせるエンジンが全然違うんですよ。そうですね、違いますからね。トルクの出方も違うし、でこう最終形のこのエボはブーストアップもされてるから、はい、その辺の味付けとかなり相性がいいんじゃないかなっていう感じは。さすがにダイナミックにすると足は少し硬い。硬いですね。それでも全然乗れますね、うん、普通に。なんか車外足回りみたいなガチガチな感じじゃない。感じはないですからね。だからマグネティックライドもすっごい優秀になったと思うんですよ、はい、初期の頃より、はいはい、全然乗れますもんね。なんかスーパーカーぐらいなんか速くないっす。そうですね、ありますね。加速っていう加速感が。いやこれ走りきたいな。ただエンターテインメントに関してはモニターもなければ何にもないから、これ助手席の人は、いやいやこれそうですね、ちょっと例えばデートとかってなるともしかしたら、そうですね、不満が出ちゃう可能性はあるかもしれないですね。まあいいんです、楽しませてあげれば。一人で運転される方か、はい、二人でドライブ、はい、運転を楽しめる方だったら、そうですね、もう最高じゃないかなと。いやーいい車だ。いいっすね。めっちゃいいっすね。ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。いやマジで TTRS 久しぶりに乗ったらめちゃくちゃいいっすねこれ。これめちゃくちゃいい。やっぱりちょっと改めて乗るって大事っすね。大事ですよ。なんか初見のテンション高いのもそうですけど、はい、ちょっと一回こう一周回ってきて帰ってきた時のリアクションって大事だなと思ってました、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、やっぱりご祈祷じゃないですか。そうですね、ご祈祷ですね。そして今非常に貴重なお車になってるんですよね、はい、そうですね、はい、最初にも触れましたけども、はい、ホームページからもおっしゃってる、はい、そして市場にもかなり流通量が少ないということで、少ないです、はい、ぜひ気になる方は板尾さんまでお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回は Audi TT RS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。